よいしょ。皆さんこんにちは、たくまです。今日は買ってたヘラクレスオオカブトが死んじゃったので標本にしながらね、最近いろいろあったんでそのことをお話しできたらなと思います。前回の動画で作った虹色オオカブトなんですけど、無事完成して、ね、自作の容器に入れました。こんな感じでめっちゃかっこいいでしょ。これはまだね、実は完成品じゃなくてデータラベルとかサインとか書いて、もうちょっとねかっこいい感じにして完成です。楽しみだね。今回のヘラクレスはね、ちょっとわかるかな、この角がね曲がってるんですよ。上の角はこうちゃんとまっすぐ生えてるんですけど、頭の角がねちょっとこうぐるりんぱしちゃってるっていう、羽化不全のヘラクレスです。まあ、この子はね羽化不全の個体なんですけど、割と愛着持って育てたので標本にしたいなと思います。なんかまあこんな感じでね、標本作ってる間割と暇やからこうやって動画回せたらなと思ってます。前回の標本作るやつが割と良かったから、今回も標本作りながら喋ろうと思いますわ。ストーリー見てくれた方は分かる通りね、僕は先日マレーシアに行ってて、マレーシアで7泊してきたんですけど、それもまあ虫を輸入しようと思って、輸入っていうか虫をいっぱい買おうと思ってマレーシアのね行ってきました。マレーシアって、まあ、虫界隈では有名な村があるんですよ。その村に行ってきたんですけど、そこがねなんか怖かったんでその話をしようかな。マレーシアってクアラルンプールとか都会の方は栄えてるんですけど、ところどころ山にね本当に自給自足してる村とかがあって、そういうとこに行ったら村人が虫を売ってくれるみたいな、そういう村があって車で行ったんですけど、めちゃくちゃ山登っていくんですよ。で距離も俺が泊まってるホテルから100キロぐらい、東京から熱海ぐらいまで距離もめちゃくちゃ遠くて、その山道に入ったとこでめちゃくちゃ野良犬っていうか、野良犬でもない、野犬です。野犬がめちゃくちゃいて、基本的に日本以外の国の犬ってマジで危ないんですよ。狂犬病とか持ってる可能性が高いからね。だから犬おるんやとか思いながら山登ってたら、犬どんどん増えてきて、結構でかい犬とかもいて、噛まれたらやばいなとか思いながら山を登ってたんですけど、でまあ現地の人たちにね途中途中村の場所聞きながら行ってて、でまあここかなっていう村に到着したら、なんか村人が運んでて、布で、大人3人ぐらいが布で何かを運んでて、よく見たらその布から足みたいな出てて、でまあそれまでのさ犬の下りとかもあって結構ビビってたから、それで余計怖くなって、死体運んどんかなみたいな、多分死体じゃなくて病気の人とかかなって今思ってるけど、村人の人たちも結構タトゥーとかもブワーって入ってて、英語の訛りとかも結構あったから、あんま何言ってるかわからん感じで。マレーシアはムスリム、イスラム教なんですけど、俺はここにこれが入ってるからイスラム教じゃねえぜみたいな謎の自慢されて、まあ、怖いなぁと思いながら、虫売ってますかって言ってついてこいよって言われて、本当に中学生ぐらいの男の子がバイク運転して、その後車でついて行ったんですけど、でそこでまあ虫くださいみたいな言ったら、明日までに取っとくから明日もう一回来てよみたいな感じで言われたけど、ホテルから100キロぐらいあるから、さすがに2日連続来るのは無理やわと思って、ちょっとお断りしましたね。あの村は結構怖かったね。いや、よくない。あの野犬と人運んでるのと、イスラム教じゃない謎の自慢されたのが怖かったわ。なんか、おめえはイスラム教かみたいな言われて、イスラム教って言ったら殺されるのかなと思って。怖かったね、あれは。まあ、結局他の場所で虫変えて、こんな感じでね、すごい、たくさん、標本を譲っていただいたんですけど、そんな感じのマレーシア旅行でしたね。他にも観光とかしたんで、それは YouTube にまた載せますね。前までモンスター飲んでたんですけど、今はお茶を飲ませていただいてます。でね、モンスターやめたのにも理由があって、2ヶ月前ぐらいかな、奄美大島の動画載せたじゃないですか。奄美大島から帰ってきて、3日後ぐらいに足に、
めちゃくちゃブツブツができて超痒くて、皮膚科に行ったんですけど、これは多分虫に噛まれたんじゃなくて体の内側から来てるもんやねみたいな言われて、でまあそっから2ヶ月ぐらい経ってもまだ治ってなくて、で大阪、足取れた、取れてなかった。僕昨日まで大阪のポップアップでね、大阪にいたんですけど、たまたま夜飲んでる時にお医者さんの人と知り合って、その人にまあ足ブツブツなってて、これ何なんすかねみたいな言ったら、よくジュース飲むやろみたいな、ジュースよく飲むみたいな聞かれて、あはい飲みますって言って。俺基本的に水を一滴も飲まないんですよ普段。モンスター朝飲んで、それ以降も基本水分補給はオレンジジュースみたいな。一応モンスターは1日1本と決めてるけど、まあ、ジュースいっぱい飲むみたいな感じなんですけど、それを言ったら、マジでそれ死ぬからやめた方がいいよって言われて、食べ物より液体の方が糖分が吸収されやすいから、マジでモンスターとかジュースとかはやめた方がいいよみたいな。で俺の足のブツブツもワンチャン糖尿病ちゃうみたいな言われて、俺が相談したお医者さんも今糖尿病になってるらしくて、そのお医者さんは最初、俺は足が痒いけど、そのお医者さんは最初チンコが痒くなったらしいですね。おちんちんが痒くなって、まあ、性病とか疑うじゃないですか。それで病院行ったら糖尿病でしたみたいな感じで、割とどっかが痒くなるみたいなことがあるらしい。で糖尿病を放置してたら、なんか足切断とか失明とか結構やべえことになるらしいから、さすがにそれ聞いた後はモンスター飲めなくなったからね、今はお茶と水を飲んでるっていう感じ。大阪のポップアップでもね、割とモンスターくれた人いたんですけど、残念ながら僕飲めなかったんで、 LHP のスタッフの人たちに分けました。すいませんね、せっかく持ってきてもらったのに。ちょうどその前日の夜言われたから、みんな俺がまだモンスター飲むと思って持ってきてくれたけど、すいません。次からはお茶とタバコでお願いします。でまだね、それ言われてから病院に行ってないから、糖尿病かもまだ分からんし、血液検査して調べないといかんって感じ。なんか結構いるんすよね、その俺がモーニングルーティンとかでモンスター飲んでますって言うから真似してモンスター飲んでるみたいな人。それで糖尿病になったらちょっと責任取れねえからやめてください。モンスターっていうか、あんまりジュースをねほどほどにするようにした方がいいよ、やっぱり。まあ体に悪いのには間違いないから、こういう発信をする身としてあんまり真似されたらよろしくないことはしないでおこうと思いましたね。で話してるうちにもう完成しました。いやなんか前回はさ、この立体標本やからいい感じに時間かかったけど、今回簡単っていうか普通の標本やから一瞬で終わっちゃったね。せっかくなんでね、このマレーシアで撮った虫もちょっと標本にしようかな、動画の尺的に。ヘラクレスはこんな感じで乾燥させて完成です。近くで見たい？いや美しいわ、やっぱヘラクレスってかっこいいよね。だけどこれ卵から育ててたから、ヘラクレスって 2年半ぐらいかかるんですよ。2年半かかって育てて角が曲がって出てくるっていう、やっぱ難しい。ヘラクレス難しいっていうか長いからもうやりません。この虫はカブトムシはちょっとしんどいわ。僕はもうクワガタムシ専用でブリードさせてもらうわ。ヘラクレスマジでやってる人ほんますごいと思う。次はこちらのコーカサスオカブトを標本にしようかな。ちょっとこの虫自体が古くて、足とかがかなりガチガチに固まってるから、一回お湯で茹でてこようかなと思います。茹でてきました。そう、これが最近あった中で一番ちょっとねへこんでる話なんですけど、投資詐欺にあったんですよね。150万円。でこれ何かっていうと、なんか俺の結構仲いい友達が FX にハマってるみたいな。でその友達がなんか自分のお金をまあ預けてるというか、その FX のめっちゃ上手い人に預けてて増やしてもらってんねみたいな。でもその代わり出た利益のまあ半分ぐらい上げて、お互いウィンウィンやねみたいなことを言ってて、あめっちゃいいやんって言って、でなんか紹介してもらって、たくまもやるみたいななったからね。
150万円あげて、じゃあこれ増やしといてって言って、でそれが元金保証付きだったんですよね。だから例えば150万円預けたけど投資ミスってこう100万円になっちゃいましたとかって言っても150万円は保証するよっていう、まあいいやん、普通にいいじゃないですか、そんな。でしかもまあその友達の友達、その実際にその投資をする友達もその俺の仲いい友達と5年以上の付き合いやから、さすがにそんな5年以上の友達を裏切ってね150万円詐欺らんでしょうとか思ってて、それからね今1年半経ってるんですよね。1年経ったタイミングで言ったんですよ、そろそろ元金出してよっていうか、150万だけ先に渡してって言ったら、オッケーオッケーみたいな、けど今口座が凍結されてて渡せないよみたいな、ああそうなんやと思って、口座凍結しないとしゃあないかと思って、ほな来月でいいって言って、ああ来月には行けとるわみたいな感じで伸ばして、でその次はなんかなんだっけ、携帯なくしたわみたいな、携帯落としてパスワードがなんちゃらみたいな、でその次はなんかまた口座がなんか動かんから一回実家に帰って親からなんかキャッシュカードもらわな、現金下ろされへんわみたいな、そんな感じでずるずる伸ばされてて、結局まあ半年以上経ってるんですけど、まあその投資をするにあたる LINE とか会ってる時のね音声の録音とかも全部撮ってたからね、途中で怪しいなと思ってから、まあなんとかなるとは思うんですけど、ちょっとへこんでるよね。まあね、そんな明らか詐欺って今思ったらあれなんですけど、その当時はまさかそいつが詐欺ると思わんかったというか、うん、まあ僕の経験不足ではあるからしょうがないんですけど、ほんまわからんすね、お前がやるんやっていう、なんか絶対に死なそうなやつでもするっていうのが今回ちょっとマジで人って怖いなと思ったね。でしかもそいつも結構そのお金の使い方とかなんか聞いてる話的に めっちゃお金持ちっぽかったんですよね。まあ俺とかとは比にならんぐらいお金持ちなんやろなと思って、だからまあそんなねお金持ちからしたら150万なんかまあそんな大した金額じゃないじゃないですか。だからまあその150万欲しさに5年仲いい友達を裏切ってまでそんな詐欺とかせんやろみたいな思ってたんですよね。まあその時は本当にお金持ちで今はお金がないのか、その時から実はお金がなかったのかはよくわかんないんですけど、今の状態をこう周りのね、まあ、そいつの近い人たちにめちゃくちゃ聞きまくってたら、実はそいつあんまお金ないみたいなのを聞いたから、なんかそういうことなのなと思って、いやそんなん分からんよ。逆に詐欺られたっていうのが分かった時になんか逆にこう仕事頑張ろうと思ったよね。なんかそうやって簡単に手に入るお金ってないんやなって改めて思ったから、仕事のモチベがなんかそれ以前より上がったのはいいことだったのかもしれん。逆に詐欺られてよかったんかなって思いますね。この24歳の時にそれが学べて、まあいい経験だったのかなとは思うね。教育代として150万は結構高いけどね。だからみんなもマジで気ぃつけた方がいいよ。そういうお金増やしてあげるとか、お金をね、貸し借りとかはやっぱやめた方がいいよ。どんだけ信用してる人でも。なんかこれお湯でふやかしてからめちゃくちゃ重くなった。めちゃくちゃ水吸ってる。こうやって振ったら水落ちてくるもん。かわいい。モンスターをさ、やめてからマジで頭痛いんですよね。買った。なんか俺、頭痛持ちで普段、頭が痛いんですよ。結構な確率でね。その朝起きて、そのモンスターを飲んだら、頭痛が治るっていう謎の体をしてて、なんかわかんないですよね、それが。モンスター依存症になって、その、なんていうんやろ。麻薬とかも一緒で、麻薬吸ってる時は普通っていうか気持ちいいけど、吸ってない時にすぐ禁断症状が出るみたいな。それかなと思って。モンスターを飲めば頭痛が治るけど、飲んでない時に頭痛がするっていうのになって、てるのかなと思ったんですけど、モンスターやめてから今4日ぐらい経つんですけど、
割とずっと頭痛いんですよね。これがどれぐらいだったらこの頭痛が治るのか分からんすけど、だからモンスターが薬になっとるのか、モンスターを飲んでたから頭が痛かったのかっていうのが謎。もしモンスターが薬になってるんやったら、むしろ俺はモンスターを飲むべきってこと？ダメですね、こうやって自分に言い訳をこうやって作って、俺は何もかもやめれねえんだろうな。タバコもそうやけど、だけどやっぱタバコよりモンスターの方が体に悪いらしいよ、その医者曰く。あんま言えんけどね、そのタバコの方がいいとかは。ただそれぐらいジュースっていうのは体に悪い。ちょっと俺モンスターのスポンサー欲しいとか言ってたけど、ちょっとディスっちゃってるわ、ほんとすいません。別に味はめちゃくちゃ好きなんですよ、本当に。ちょっと話すことなくなってきたわ。2個目の標本作り始めたけど、ヘラクレスだけでよかった。最近のこと話すっていうのが一番難しいわ。なんか前はさ、質問コーナーやったから、こうみんなが質問してくれた内容に答えてるだけでよかったけど、一人で喋るのめっちゃ難しい。相槌打ってくれる人もおらんし、一人でこうカメラに喋ってるだけやからさ。そう考えたらやっぱゲーム実況とか配信してる人ってすごいよな。ちょっと僕には無理。でもなんか今日はこういう大きい虫をいっぱいやっとるから楽しい。やっぱ昆虫標本もあのちっちゃい虫やるより、こういうでけえ虫やる方が楽しいんですよね。やってる感があるわ。もうちょっと喋ることないんで、パッと作っちゃいますね、標本。もうほぼできてるし、喋ってるうちに。やっぱ羽開かん標本は一瞬で終わるね。はい、できました。もう足が取れてるとことかは乾燥してからくっつけます。このコーカサスはマレーシア産のコーカサスで、角がめっちゃ短いでしょ。角が短いけどこの胴体が分厚くてめちゃくちゃ大きく見えるよね、かっこいい。はい、ということで今日はヘラクレスとコーカサスの標本を作りました。まあこの虫標本するやつがね、まあなんかいい感じに好評やったらまたやってもいいかなと思いますね。ただやっぱり僕喋るのがあんまり得意じゃないから、まあなんか喋りたくなったらやろうかな。ってことで今日の動画は終わりです。最後までありがとうございます、見てくれて。またねー。